はい、皆さんこんにちは、マッスーと申します。はい、じゃあ今回もドラゴンクエスト8低レベル攻略の方を進めていきましょう。お話ししましょうか。お話じゃない、調べましょうか。でね、条件、歴史戦に着くまでに一人も死者を出さないこと。これ無理そうだな。普通に主人公に攻撃当たったら終わりじゃん。これ主人公にだけ当たるなよ。いやー、あのゼシカで47だからね、えぐいよね、こいつら。待て待て、終了。ちょっと終了のお知らせ。ちょっと出落ち早いよ、普通に。ちょっと待って、終わりだな、これ。てか、主人公死んだら終わりだし、ね、あ、ヤンガスに当たるっていうね。まあ、ちょっと、二人も出たらアウトだわ。じゃあ、ちょっとカット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 。はい、二回戦目ですよ。二回戦目ってのはあれだね。これあの、レティス倒すよりも下手したら、フィールド突破する方が時間かかるかもしれない。ね、これ本当に最悪のね、パターン来ると。エンカウントこれ何回あるんだろうね。この、レティスのところ行くまでが。今のでとりあえず一回だから、だいたいあそこで来るのは分かった。で、あの、止まり木のところに行くまでだから、二回で済むとありがたいけどね。微妙な位置だな、これ。逃げたい、逃げたい、逃げたい。あんなもん逃げさせてくれないよ、主人公に当たんないで。ゼシカなら耐えられるから、暗黒鳥は。オッケー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 。いいよいいよ。いいよ、来いよ。ダメだな。陰夢中湧くとな、これ。よし。で、まあ、実際ククールの MP とかそんな大事じゃないからね。待って、もうやめてくれ。もう演歌したくない、俺は。俺は演歌したくないから。よし。お、来た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 。レティスですよ、これ。さあ、レディスお初だわ。一回戦目。ちょっとワクワク感だね、これ。さあ、空から来るぜ。親方、空からレディスが。さあ、倒してやるぞ、レディス。さあ、行くぞ。この辺はもう完全にね、ケイテスさんっていう、まあ、自分よりも低レベルの攻略が上手い方のね、チーム完全にパクらしてもらってます。あ、パクらしてもらって、間違ってる。まあ、いいや、もうどうなってても知らん。とりあえず、痛恨いっぱい使ってくれ、こいつら。レティスの体力はね、調べたところね、約1750ってことなんで、まあ、うまいこといかないと、削りきれないって可能性が高いわけですよ。てか、ハルク1回しか攻撃しないってのが。そして、ギガンテ死にそうだよな、1体、こいつ。レティス強くね、こいつ。ありえん、ありえん、ありえん。まだ体力400しか削れてない。あ、そう、必殺技でね、正直あんま嬉しくないな、マインドブレイク出されても。これだいたい249か、たった。次、左側のギガンテスに当たったから死ぬしね、これ。あ、3ターンしかしかも入れないっていう。あ、マジで。あ、これきついな、普通に。だって、体力全然削りきれてない。まだ、あとあれだよ、体力1050ぐらいあるよ、ね。勝てないじゃん、こんなの。で、マヒャド斬り耐性あるからね、全然効かないのね、これ。全然でもないか。まあ、でも、効きにくいってのは確かだね。てか、レティスね、強すぎだよね。通常攻略してるのだけ、本当にね、辛かったもん、レティスに関しては。勝ち面見えなかったしね、最初は。まあ、バイキルドとか、総流打ちとか、駆使してやっと勝った感じ、自分は。やっぱ、あれじゃないかな、動画見てくれてる方の中にも、レティス戦は辛かったっていう人がね、いてもおかしくないとは思うんですよね。あんまり。いやー、ベホイミか。91も回復されるって結構辛いんだよね。でもさ、正直さ、ボスってどの道死ぬ運命じゃない？ま、普通に行けば。なのになんで自分を回復するんだろうね。あんま引き伸ばしても意味ない気がする。特に意味わかんないのは、ホイミスライムのホイミね。あれは本当に謎。ホイミをする意味がない気がするもん。35でしょ。オッケーオッケー。レーザーはいいね。けどね、残念。今回これ確実に失敗するな。体力がね、全然削りきれてない。硬いな、レディス。41でしょ。アポロンも 1.5 倍全然出さないしね。残り体力があと230ぐらいあります。レディスはふざけてると本当に勝てないから、あと一撃ってのが理想なんだけどね。困ったな。
でね、あの固めてもいてつく波動使われちゃうだけなんで。そうだね、ここの攻撃はゼシカに当たらないことを願ってもう全力で削っていく感じでいきます。もう主人公とかすることないからな。雫でも降らしとくか、とりあえず。ヤンガスも爆弾が。あ、待って、早い、あんた早いから。一人死んだよね。オッケーオッケー。いや、おお、これ闇の衣だからね。これ闇の衣の効果だからね、普通に。強いわ。闇の衣強くない？普通に。あの回避率の高さだよね。ただ、もう無理っぽ、これは。44。あと体力90だけどさ、90とか無理だよね、どう考えても。理想はね、次の攻撃が、あの、ククールヤンガスとね、2回とも当たること。大レインとか来ると、もうそれは終わりしかないから。まあ、マヒャド、間違えた。マヒャド天罰。間違えた。バカ、何貯めるって。ねえ、待って。ここでこの理想パターン来るかな。マヒャドでどんぐらいいくか、ダメージが。62、いいね。これ次じゃあ、ちょっと星フルでは装備して、先制を図りたいと思います。いけるかな？来い、マヒャド先行しろ。頑張れ。よし！え、これ、1750っていいの？え、ダメじゃん。ねえ、これ攻略サイトもダウン、もうふざけんなよ、お前。ね、待って。ちょっと待って、攻略サイトってね、これ信じちゃダメだよ。何が HP1750 だよ。これ今1777与えたけどさ。ダメじゃん。今一瞬期待したよ、すごい。まさかのレティス一回突破って思ったけどさ。あー、ダメだね。ちょ、声大きいかもしれない。ごめんなさい。じゃあまあ、2回戦目以降、ちょっとどんどん耐久していきましょうか。頑張ります。世界樹の葉、ベホイメ使うの。ライレイン使って、え、ゼシカが、あさあ、20回戦目だよ。ラムネ食べながら、1試合につきラムネを1つずつ食べて、歴史戦に挑んでる、今。なんかどうもね、明日こっちの方ではね、雨か雪って言われてるね、天気。雪だとね、嫌なんだよね。電車多分止まるからね。昔はやっぱ雪降ってほしかったなーってすごい思ったけど、まあ楽しいからね。今になると、いやーなんとなく意味が分かった気がする。大人がその雪降るのをあんまり好まない理由っていうのがね。いいな、ギガンツ。随分威勢がいいぞ、今回。1ターン目で500ダメージこすっていう。マインドブレイクか。まあ。悪くはないでしょう。これでどんぐらいいくんだろう。249か。まあ、お、ギガンツ2連続に攻撃かな。
オッケー。ドラクエって分かっちゃうよね、誰が ドイツにその攻撃するかみたいな。おお、やばい、ハルクが ガチでやってる。ハルクガチ勢だわ。すごいよ、こいつらだけでダメージ1000こすってさ、やばくない？おお、すげえ。もう今1085だって。さあ、あと、もじもじくじご師団ですね。こっちを呼んで、もう計算ミスはしないからね。もう計算しない。いや、相手、早い、キラーマン。オッケーオッケー、アポロならオッケー。これで81。なんともちょっとね、どうなるかわかんないんだよね。最後のダメージ調整がどれだけうまく決まるか。今一番来てほしいのは、まばゆい光を相手が放ってくれるっていうのがありがたいかな。ちょっとこれはダメージ調整がオッケーオッケー。まばゆいで、アポロンが暗め。オッケーオッケー。ノッヒー、アポロンが喰らまなかったのがちょっと悔やまれる点ではあるかな。ノッヒー、攻撃当てるなよ。あって、マヌーサで2連続当てるっていう強きっぷりだな。すごい賭けだけどね、行く。キラーマの攻撃が当たらないと見る。レーザーやっちゃった。レーザーやっちゃダメ。レーザーはダメ。ノッヒーがどうす、レーザーやっちゃダメだよ、あれは。レーザーやらない計画だったのに。終わった。え、耐えた？え？これレディスの体力計算が、つまり今まで完全に間違ってたな。あ、これまた新しい事実が分かった、これで。うん。なるほど。これはいいことを知った。そういうことか。ね。そう、1784でも生きてるから、ちょっと待って、防御して、雫だよね。こいつは雫振らしといて、ヤンガスは葉っぱをゼシカ。で、あとヤンガスには一発当たってほしいな。いやー、ないよ。まばゆい光とかいらないわ。これあと、だってマヒロ多分一発でいけるもん。で、あと一発、絶対ゼシカ耐えるじゃん、これ。オッケー、耐えたでしょ？でもあと先制にかける。お前先制してくれ。星降る腕は。よし。いけるか？これで撃破だじゃないかな。オッケー。来たー。よろしい。20回目でやっと勝った。よし。いやー、上がりましたね。ついに来たよ。20回もの時間かけてさ、いや、こんななると思わなかった、自分も。え、だってね、想像してないじゃん。いやー、嬉しいね。やっぱりね、低レベルの、こう、なんだ、やりがいっていうかね、そこはこれにあるって、絶対。この、なかなか倒せないやつをこう、倒した時のこの感じ？感覚？いやー、嬉しい。普通に嬉しいわ。久しぶりに勝てたね。この低レベルのこの感じをこう味わえた。じゃあね、これももう完全にケイテスさんのね、パクリになってるんですけど、パクリってかね、自分もよくわかんないからね、無知を上げても意味ないってことで、格闘スキルを上げていきたいなと思います。あ、レベル2も上がっちゃう。まあいいでしょ、2は上がってもね。バイキルド覚え、来たね。チート呪文。はい、これで格闘スキル、ガンガン上げて。素手、あれかな？回避とかを狙う感じなのかな、これは。と、まあ、ストーリーが進みますね、これで。よかった、倒せたわ。まあ、でも、これ一回ね、現世に戻って、小さなメダル渡したりしなきゃいけないですけど。さすがは、我が影を追って、光の世界より訪れし、勇気ある者たち。見事な戦いぶりでした。まあね、こっから見てわかる通り、レディスは全然本気出してないってことね、これ。
もうお気づきかもしれませんが、今の戦いはあなた方の力を試すために仕掛けさせてもらったものです。私は今力ある者の助けを必要としている上、どうかお許しください。どういうことじゃ。よもやわしらに村を襲うのを手伝いとでも言うのではあるまいな。だとしたら見くびるなよ。そのようなことにわしらが手を貸すはずがなかろう。誤解しないでください。村を襲ったことは私の本意ではなかったのです。とはいえ、それは私が助けを欲している理由とも無関係ではありません。私はかつて光の世界をも我が物にせんとする暗黒神ラプソンとの戦い、その封印に力を貸しました。そのため私は暗黒神の配下である魔物たちから恨みを買っており、それが今回のことの原因となったのです。この島にある私の巣の中には私の子卵が眠っており、やがて訪れる目覚めの日を待っていました。ですが、その私の巣が、暗黒神の配下であった一匹の魔物ヨウマゲモンの手に落ち、卵は人質に取られてしまったのです。ゲモンは卵を救いたければ人間の村を襲えと脅してきました。私はそれに屈してしまったのです。まともに戦えばゲモンごとき敵ではありませんが、卵を人質にされては手が出せません。それゆえ私に代わってゲモンと戦ってくれる勇気と力を持つ者を探していました。あなた方は私の影を追って臆することなくこの影の世界までやってきた。その勇気は称賛に値します。そして今実際に手合わせしてみて確信しました。ゲモンを倒しうるのはあなた方だけだと。もうさ、あのね、低レベル攻略におけるさ、ラスボスがゲモンなんだよね、完全に。ラプソンはまあ、もう気合でいけるけど、ゲモンは気合おられると思うんだよ、正直。だから、もうラスボスみたいなこうメッセージもちゃんと流しててね、すごい雰囲気と合ってるなって思いますね。どうかお願いします。この島の人々のためにも私の卵を救ってはもらえないでしょうか。まあ、救うでしょう。礼を言います。やはりあなた方を見込んでこの世界に招いたのは正しい選択でした。私の巣は人の近づけない険しい、岩山の頂にあります。ゲモンが見張っているため、私が山頂まで行くのは無理ですが、麓までなら案内しましょう。いや、麓までじゃなくて一層下ぐらいまで連れてってくれよ、なんとかして。いや、ちょっと準備もしたいんで、一回戻りましょうね。準備ってか、セーブですよ、主に。多分、ゼシカしか生きてないでしょ、これ。だよね。こんな状況で新町の巣に行くとかね、もう、自分で死にに行ってるようなもんだからね。で、ただ、まず新町の巣に行って、その宝物を回収しなきゃいけないんでね。じゃ次回はそのパートにしたいと思います。新町の巣がどれだけ辛いかっていうことのアピールも兼ねて、まあ、進めていきましょうか。てわけで、まあね、とりあえず、そんなダラダラしててもしょうがないんで、後のセーブとか回復は全部こちらでやっておきたいと思います。はい、無事にね、レティス倒すことができました。じゃあまたぜひ次回ね、ついに新町の巣、妖魔ゲモン戦に向けて、一つ一つまた進めていきましょうか。はい、じゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。また次回のパートの方もよろしくお願いします。では。